のライオンズファンの皆様、お待たせしました。今シーズン初の完投勝利を挙げました田畑投手です。勝利おめでとうございます。ありがとうございます。田畑さんは昨日25歳の誕生日、25歳初めての登板を完投で飾りました。今の気持ちいかがですか。まあ、誕生日は関係なく早めに完投できたので良かったと思います。今日は特に序盤から球に力があったように見えたんですが、ボールの手応えはいかがでしたか。そうですね、まっすぐが良かったので、まあ、どんどん押せていけたかなと思います。早い回で味方が得点も重ねてくれました。このあたりどう見ていましたか。まあ、早めから取ってくれたので自分は後のことを考えずどんどん攻めていくことができました。特に今日は112球でフォアボールのわずか1つ、ゴロもたくさん打たせました。今日の収穫はどんなところでしょう。まあ、真っ直ぐが発したことだと思います。特に8回のピンチの場面、1点を失った後非常に気合が入っていたように見えたんですが、あのあたり振り返っていかがでしたか。まあ、あそこが一番の今日の勝負ポイントだと思ったので、まあ、うまく三振取れたので良かったかなと思います。そして田畑さん自身4月でこれで3勝目ですね。非常に幸先のいい今シーズンのスタートだと思いますが、この後はどんなピッチングを見せてくれますか。まだまだシーズンは長いので一勝一勝積み重ねていけるように頑張っていきたいです。これからも期待しています。ありがとうございました。チーム3連勝完投勝利で挙げました田畑投手でした。田畑自身3連勝